あなたの心にいるハート。みなさんこんにちは。コンパイルハート公式バトル YouTuber のいるハートです。今日はですね、一月一ヶ月も準備期間を取りました夏の企画、流しそうめんをやっていきたいと思います。何どうやってやるんですか？本格的ですね。それでは早速やっていきましょう。それでは準備ができたみたいなので、スタッフさん、そうめんお願いします。はい待って、でもさ、これ映ってないからさ、箸がさ、なんかすごい手づかみで行こうとしてる人みたいになってまあいいや、いいよ。しかもさ、私右利きだからさ、こう流れてくるじゃない、こうスナップ聞かせとる感じになるんだけど、まあいいですね。はいはい、行きます。はいはい、イエーイ。はい、せめて箸で掴めるものにしてもらってもいいですか？それでは気を取り直して、スタッフさんお願いします。箸にしか見えない。待って、なんで無理に決まってんじゃん。何？氷、あ、氷。だから掴めないって言ってないでしょ。さっきから掴めるものにしましょうって、せめて掴めるものにしましょうって言いましたよね。話聞いてましたか？だいたいね、おかしいと思ったんですよ。普通にね、そうめんを食べさせてくれるわけはないだろうなって。めっちゃいい演技した。いや、今のは今年一会心の出来だったんじゃないですか？まあ、気づいてる人もね、いるかもしれないんですが、実は今回の動画は流しそうめんをするという体で、私イルハートがその演技をするっていうのが真のお題でした。私の演技に気がつかなかった人は、イルハートの演技力をおめでたいて、で、操作に気づいた人はご意見をスタッフによろしくお願いいたします。はい、ということで今日はイルハートが流しそうめんをしている演技機会でした。最後までご覧いただきありがとうございました。あー、何ですか？でも今日疲れたから、カーテンコールみたいなやつはちょっと受け付けてないんですけど。で、今日の企画結局何だったんですか？うん。でもさ、意味わかんなくない？まあ、イルハートもわかってないんだけど、多分見てる人が一番わかんないと思う。でしょ？ね、そこちょっと頑張ったのよ。ちなみに、ごまをね、流れてくるのを、こう、ほいって挟むんじゃなくって、こう、お箸を水流の直角に入れてせき止めるっていう方法で、ちょっとごまを取るお芝居をしてみました。じゃなくて、普通に動けるようになったからさ、こう、踊れるようになったよーとか、そういうことでしょ？
ね、だからあのインテリジェンスアイドルブルチャル YouTuber だって言ってるでしょ。聞いてください。イルハートがガチで踊ったらですよ、マジで再生回数がうなぎ登りどころか恋の滝登り。もう仕方ないです。今日だけですよ。それでは久しぶりに踊りたいと思います。